はい、ポケモンブラック続きからやっていきたいと思います。前回終わってからですね、まだ数時間しか経ってないんですけど、数時間も経ってないわ、30分ちょっとぐらいかな。私の推しをですね、頑張って捕まえまくりまして、結局6匹か7匹ぐらい捕まえまして、そしたらですね、この子が素晴らしいなと、冷静なんですよ。で、特攻が高いと、素晴らしいですね。なので、まあこの子でね、やっていこうかなと思います。はい、ではですね、早速どうなの、ちょっとこの街はまず探索しようかな。あんまり探索してないもんね。何これ。あ、大丈夫ですちょっとそれよりもとりあえず街を回って、でその後ちょっとジム行きましょうか。ポケモン勝負のメッカですよ。あ、遊園地も行ってないもんね。これ何？あ、これがバトルサーブウェイってやつね。何ここ。N やん。プラズマ弾を探しているんだろう。探してないよ。彼らは遊園地の奥に逃げていったよ。ついてきた前。あ、確かでもただね、いたね、そういえば。最初にプラズマ弾ね。え？いなくない？いないね。嘘ついたの？観覧車に乗って探すことにしよう。僕は観覧車が大好きなんだ。あの遠動力。力学、美しい数式の集まり。え？私と一緒に乗りたいだけやん。自意識過剰だよね。最初に言っておくよ。僕はプラズマ団の王様。リーダーってこと？ゲーティスに誘われてじゃないな。何？あ、自動なのね、これね。この世界にどれほどのポケモンがいるだろうか。この頃って何匹いるんだろうね。あんまわかんないな。うわぁ、さま付けされてる。ご無事ですか？問題ない。ポケモンを救うために集った人々も僕が守るよ。僕が戦う間に君たちはこの場を離れたの。あ、そのことは真意だと嬉しいね。さて、僕に見えた未来。ここでは君に勝てないが、逃げるプラズマ弾のため相手してもらうよ。勝てないとは思ってるんだ。あら、すごい。人気あるんだよね、この人ね。うわ、4体持ってる。目黒子？岩だよね。こっちもバック。バックバック。キャッキーでやれるかわかんないけど。てか、こっちも捕まえた時点でレベル21はマジでありがたい。差し押さえられたわよ、大丈夫？お金ある？水鉄砲。いいね。このポケモンなんだか嬉しそうだね。まあね、私とゴチム、今もう、なんだろう、ラブって感じだから。なめんなよって。ごめんなさい。もう、最近ね、たまに、あれなのよ、ゲームやってると突然、音量がバグるのよね。今もバグっちゃいました。はい、ということで、何話してたの、私は今。おめでとうね、レベル上がって。そうそう、ゴチムが入って、私はもうやる気満々よって。ダルマッカってさ、いや、わかるわかる。火だよね。なんか氷の子もいたよね。あれはどっかの姿？違ったっけ？これは炎だよね。アローラの姿かな。あ、まあ私アローラもやったことないからわかんないのよ。アローラに関してはマジで、アニメもチラッとしか見てないし、ほんとわかんない。よし、あ、なんかヒャッキー大活躍な感じね。
ズルク。ズルクは、悪でしょ。だからゴチムじゃ無理なのよ。モンメン。モンメンはね、時間さえかければやれるんだから。違ったわよ、私が思ってたのと。でも悪女の、あ、じゃあ格闘だっけこいつ。どっちかなと思ったんだけど違うかな。威張らないでよ、嫌われるよ。ほら怒ってるじゃん、モンメン。攻撃なんて上がったってしょうがないんだよな、モンメンはな。大丈夫、やれるやれる。ああ、何してんの。あ、格闘だ格闘。瓦割りしてるもん。待って、格闘ならさ、ゴチムいけるじゃん。いけるよね。まあ、いっか。いけるとこまでモンメン行ってみよう。うん、お疲れい。これ勝てそうだぞ。意外と勝てそうだ。かわいいよね、モンメン。なんか後ろの、後ろについてるやつあれみたいだもん。イチゴのヘタみたい。1で耐えてる、かっこよ。麻痺で動けなくなれよ。頼むよ。終わった。いや頑張ったよね、頑張った頑張った。格闘は飛行タイプ。エスパーも入んなかったかな。サイケ光線、効果ないって。終わった。ちょっとずるく分かんない私、どうしよう、困っちゃうな。ゴチム何でもいいから当てよ。当てるんだよ、当てるの。よし、偉い。パンパン。よし、偉いぞ。シンボラってなんだ、シンボラ。チラ見てみよう。わかんない、この時はノーマル出すのが一番良くない。さあ頑張れ。あのエスパーの人だ。うわ、どうしてあげた方がいいんだろう。この人強いイメージ。つえー、待って、下手したら負けるぞ。終わった。待って、エスパーって何が入るんだ。悪でしょ。悪持ってない。しかもこの人さ、飛行も持ってたと思うんだよね。エスパー飛行じゃなかったっけ。牛出さん頑張って、毒を入れる。あ、追い打っちゃったわ。ダメだ、うちのパーティーさ飛行に弱いよね。ちょっと雷タイプ欲しいんだけど。じゃ電気タイプね。もう雷落ちたいって欲求だけ今の。うわ、すごい、追い風とかすんだ、ちゃんとしてんね、あんた。私追い風なんて使えたこと一回もないよ。どうやってやるんだろうと思ったの。いや、一発では死なないと思う、さすがにね。なめんなよって。やべえ、全然減らない。あ、死んだ。
結構絶望的な状況、どうしよう。そうね、持ってないのよ、生き返らせるやつ。未だに舌で舐めよ、やめてよ。え、てか待って、 N ちょっと強すぎん。ゴチムに何ができるっていうのよ。差し押さえたって意味ないもんな。当たらなかった。ダメだ。絶対ダメだ。持ってないしな。負けましたこれ。うん、強くない？どこまで削ってんやけどな。いや違うの、ここで薬を使ったとしても結局同じ攻撃されて減るじゃん。多分負のループが始まるからもう無理だよね。外せ。おーナイス。当たらないんだけど。頑張ってない？すごいよね、逆にすごい。あー、なになに、命中率下げたのがでかい。お願い、5回当たって。お願い5回。ナイス。うわ、待って待って、いける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 、ちょっと待って、どうしよう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 。ミックスオーレあげる。ミックスオーレじゃなくていいよ。どうしよう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 。おいしい水。いやだってこれいけるもんいけるもん。外せ。うわー、もう分かった、もう分かった、水使いまくる。あの負のループだと分かってはいるけど、向こうが外すの待ち。うん、絶対勝ちたい絶対勝ちたい。外せ。よし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 、はい、パンパンと。あ、ナイスナイス、パンパン、はい、パンパン。頑張れ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 、なんで。てかもう再建構成の方がいいわ。はい、よし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 、バーン、はい、バーン。もう擬音しか言ってない私。やったー、ゴチムあんたかっこいいよ。うん、最高、本当にさすがだよね。やっぱり私がお品だけあるわ。うん、君は強いな。だが僕には変えるべき未来がある。そのために。おお、急に顔出してくるやん。誰にも負けることのない唯一無二の存在となり、全てのトレーナーにポケモンを解放させる。君がポケモンといつまでも一緒、そう望むなら各地のジムバッジを集め、ポケモンリーグに向かえ。そこで僕を止めてみせるんだ。それほどの強い気持ちでなければ僕は止められないよ。そうなんだ。人ごとよ、もそうなんだ。うん、これ何。ジム派手。ね、びっくりするぐらい派手だった。まあそうね、強かったね。やっぱ飛行っていうのがきついよね。飛行に対応できるポケモンって雷じゃない、電気と何がいたっけ、氷か。今まで私やってきた中だとやっぱ
ルージュラとかいたから全然良かったけど、そうね、あまり雷でそんな好きな子いないからな。これは何ですか？どっちが欲しいんだよね。私の好きなポケモンってみんな色違いでも同じような色してるからつまんないのよね。よいしょ。なんか普通のことしか教えてくれないわね、ここにいる人たち。あ、え、太陽の石ありがとう。そんないいものもらっちゃっていいの？え？今モンメンって言った？え、モンメンって石なの？知らなかった、レベルだと思ってた。え、使っちゃう。やったー、もうこれは可愛くなりますよ。大好き。なんだろう、ビジュアルがいいよね、やっぱり。そしてなんかすごく素早いし、好き。素早いポケモン好きなんだよね。あー、可愛い。やったー、頑張ろうね。え、ここ来てよかったね。ありがとうメンズ、じゃあね。やったね。よし、じゃあ今回はこのこんな感じでちょっとうろうろしまくるパートかな。あ、ミュージカルちょっと見たいな。そうだよね、ここいろいろあるんだもんね。力持ちの気分を体験したまえ。え、ありがとう。んー、まあでもちょっと怪力覚えさせるポケモンちょっと考えるわ。おや、まあ、え、ゴチムってもうそんなに私と仲いいの？スラギの鈴だって、ありがとう。なんだか懐いてくれますよ。夏希進化の子に持たせなさいってことね。え、こんなに物もらえるの？うわ、一個前の町さ、そんなに探索してないのよ。ミスだよね。戻ろうかな。嬉しいの。ここは何？何？遊べるの？へえ。私別に練習の見学はそんなにいいかな。おお。こんにちは。ちょっと待ってよ、あんたたちテニスの練習してんじゃないの？何喧嘩打ってきてんのよ、びっくりするわ。25つえ。めっちゃ強いやん。あー、やだやだ、あー、やだやだ、あー、やだやだ。頑張れ頑張れ、よろしくないわね。うわ強い。え、ちょっと待って、そんな動けない。いや、そもそもだよな。まあしょうがないな、このウォッチも死ぬわ。いや、だ戦うと思ってきてないし。ああ、急所だって、どっちにしろだね。エルフン頑張ろう、一緒に進化したし、あ、かわいい、すぐ種入れるから、そうだった、こいつ炎使えるんだった、嫌なやつ。でもこいつね、あれなんで、ちゃんと麻痺が入るから、
麻痺入れとこ。当たらなかった。うわ、逆に入れられたし。相手、え、絶対入れよう。こっちもなめんなよって。こっちだって麻痺入れれるんだからねって。なんで当たらないの。もういっか。入れなくていいや、もう入んなさすぎる。うん、さすがに。はい、きついの来たぞ。あ、でもそうでもないね。これ門面の時だったら死んでたんだろうなって思う。あ、いけますね。マジここのさ、そのテニスの練習のこのコート、ちょっと治安悪いなね。そのすぐ喧嘩吹っかけてくんだもん、びっくりしちゃう。うろたえませんわとかじゃないのよ、私がうろたえてんのよ。え、これで全員そういうこと。もうダメだ、ちょっと回復しないと無理。あんたは何なの。うわ、これ聞いとけばよかった。ねえ、これ聞いとけば安心だったのに。なんかそのミュージカルだかなんか私見たいんだけどな。下手なのよこれね。ミュージカル、レベル上げ必要だ。だってテニスコートの女がレベル25を出してくる時点で私の手持ちじゃもう限界よね。うちもなんかせめて25はもうちょっときついとしても、なんだろう、22ぐらいは欲しいよね。ここがなんだっけ、ミュージカルね。あれ、ミュージカルって前回来たあれか。そうだね。え、もう当たり前だけど5チームだよ。うん。あ、ごめんなさい。ちょっと間違えた。てか待って、今思った。服着てない私の5チーム。嫌だ。はい。チュリリンって何？チュリリン？わかんねえな、名前だけ聞いてもな。あ、よかった、ドレスアップする時間をくれたわ、ありがとう。やっぱね、女の子なのでうちの子は、うん、もうラブリーな感じでいきますよ。あら、かわいい。ひいきが激しいよね、うん、いいのよ、ひいきしてこそ私、うん、頑張れゴチム。周りのポケモンが何だか分かんないのよね。え、ね、私以外絶望的に可愛くなくない。大丈夫かしら。は？何すればいいの。飛んでっちゃったわよ。え、傘飛んでっちゃったけど、かわいい。かわいいぞ。え、この流れでいくとさ、ボール投げつける人いない？大丈夫？かわいい。
頑張れ。くるんって。あー、かわいい。他のは見れ、あ、カメラ動いたわ。まあでもうちの子がやっぱ一番可愛いですね。うん、まあ、親バカっていうのよね、こういうのね。なんでうちの子だけ回転しなかったの？これはなんかどういう評価を受けるの？なんで真ん中のやつ跳ねてるところなの？意義ありなんだけど。とても素晴らしいミュージカルでしたね。本当？うん。私のある？あるみたい。ドレスとてもキュートでした。ポケモンも自分の役割をきちんと演じていたと思います。ありがとうございます。うん、あれ？なんか1名ないのかしら？あ、違う。一番いいってことじゃない？ほら。私がじゃあ一番ダメってこと？え？絶望的なんだけど。グッズをくれる人がいるわ。え、ありがとう。エコーボイスいいんじゃないの？誰かが使い続けることでどんどん威力が上がっていく。なるほどね。転がる的なね。子供ですね。キュートなポケモンがいると釘付けになっちゃうわ。そう。これは演目に合わせた方がいいってことでしょ。もう一回やる？もう一回やろう。はい。ゴチムなんですけど、あ、でも変えてみる？エルフにしてみるか、うん、森でお散歩イブニングパーティー情熱。森でお散歩じゃない？やっぱ草タイプだし森ガールだよね。あれ女の子だよね、うちの子って。あら、女の子、その女子しかね、女子しか、うん、ズミエットエルフン、お豆、お豆ちょっとわかんねえな。兄ちゃん、もう全体わかんない。猫？みーちゃん猫でしょ。女の子に人気がある項目なので、やっぱちょっと可愛い系でね、決めたいですね。と思ったけど、可愛い系使っちゃってんだよな。傘返して。傘絶対いる。かわいい。あ、こうじゃない？そう、もりもり。オッケー。かわいい。どうしよう、これでなんか出せって言われたら泣くよね。え、これ楽しいね。なんなん？え、私のポケモンが一番かわいいやないか。待って、なんであのお猿さんいるの？あ、かわいい。いつ投げるかっていうのは多分大事なんだろうね。わかんないんだけど。ここよ。この後だから、もっとなんか表立って映ってる時にやろう。なんだ、すごい後ろなのよ。はい。はい。よし、いいんじゃないか。こういうやり方で合ってる？かわいい。お猿さん全然映んないね。映ったわ。これ100点満点じゃないね。あ、私がジャンプしてるってこと、私が一番いいってことじゃない？違う？
疲れ様です。はい。あ、やっぱこれいい順なんだ。じゃあさっき最下位だったってことね。やった。やっぱ私って結局キュートなんだよね。ごきげんよう。やった、楽しかった。誰あんた、さっきいた？本日もお疲れ様っす。ユタさんの舞台何度見ても感動するっす。ありがとう。ファンだ。私のファンです、彼女。彼女？彼？まず見とれてしまうわ。ありがとうございます。だからクールじゃないのよ今回のね、あれ。はい、ということでですね、事務戦は次回にしたいと思います。楽しんじゃったね、ちょっとね。こんな楽しむとは思わなかった。なんかどっか行けちゃうね。ではですね、次回の事務戦までに少しだけですよ、レベルも上げておこうかなと思います。はい。ということで、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。